水無し海浜温泉は、北海道函館市都道北家地区にある温泉である。活火山である、江山東斜面裾野の海岸線に位置する。温泉施設は、道路の突き当たりに、無料の露天風呂と、近くに、公設のホテル、ホテル恵み風が一軒ある。ホテルの源泉は、ナトリウム、マイナス塩化物泉の他に、炭化水素塩泉もある。露化循環、け流し併用で、 内湯露天風呂があり、日帰り入浴可能。周辺施設には、江山三崎公園があり、公園内には、江山三崎灯台と、灯台資料館、ピカリン館がある。環潮寺満潮水没地ホテルから徒歩5分の海岸沿いには、無料で、入浴可能な露天風呂がある。源泉は、湯船の下足元湯室である。海水で混じり合って、適温となるため、 コンクリートと岩で作られた高さが異なる浴槽が用意され、蝶や好みにより使い分ける。海岸には狭いながらも更衣室があり、これも無料で使用できる。ただし更衣室から湯船までは少々距離があり、見物だけの観光客も来るので注意が必要である。満潮時には湯船が完全に水没してしまうため、干潮前後の数時間しか入浴できない。 また、環境時でも波が高い時は湯船に海水が入り込むため適温にならない。近年、海側に防波用の岩を増し積みしたため、高波の影響は減少した反面、湯に浸かりながらの水平線の眺望は悪くなった。北海道テレビ放送のバラエティ番組、水曜どうでしょうの企画、激走。24時間大泉洋くん当時の旅では、収録時が満潮だったため、 出演者の大泉洋は入浴を強行したものの事実上秋の海水浴溶かしてしまった。函館空港から国道278号線を函館駅より反対の江山方面へ空港から車で1時間。ありがとうございます。